ございます。本日はですね、今から弟に誕生日プレゼントを渡しに行きたいなと思います。袋はノースフェイスですが、中は全然ノースフェイスではないです。ちなみに今日のフォクソの、テーマはですね、キングヌーをイメージしました。常田さん、最近知りました、キングヌー。キングガンと呼んでますよ、僕は。それでは到着しました。実家に到着し、今から弟に渡しに行きます。あったかいな、結構。ただいま。見て、クライムのオレンジ。前見たよ。これ俺が去年開いたやつやな。うん、お水どこで買ってるか聞かないと。あ、押さえるから。いい？それで、あ、いいよ。これもいいかい。あのね、俺が一番去年使ってていいなと思ったやつ、マギーズショーツ。あ、ハーフパンツ、うん、水陸両用。おで、短い、それが短いバージョンやねんけど、そうやんな、なんかパタゴニアのなんかやってたの。これ長いバージョンもあるね。おマギーズロング。それが長い、ちょっとだけな、5センチだけ長いね。あ、そういうこと。これめっちゃ使える。俺去年の夏で一番良かったなと思う。はい、長っ。ほんで、まあ、GoPro 買ってるやん、うん、それの SD カード。あ、センキュー。俺とかも同じやつ、128の。ありがとう。いいやつの方がいいですね。うーん、見てたな。で、これがえらい要素が出てくるな。あ、ノアテックさんのやつじゃん。そう、この動画はまた出してると思いますので、今現在は上がってないんやん。俺これ見とって、これ買おうかなと思って。あ、すごい。そうそうそう、これはな、こっちに使うやつで、うんうんうん、これ専用の動画また出すから、うんうんうん、それを見て洗ってもらえたらなと思いますので。はい。ありがとうございます。すごい気持ち。これ、ノースフェイスじゃないけど。なるほど。プレゼント。という感じです。早っ。ああ、いいや、いいや。もうちょっと上でもいいです、全然。そう、しかも短いやつやから、もともと。これ、そう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 。足の作り一緒だね。めっちゃ一緒だね。ビニールの薄いやつあるやん。ここに履いてないよ。おうおう。だからその色やったら履くやろなっていう。あ、なるほどな。足だけ見たらどっちがどっちかわからんかも。あ、ちょっと芯のまま細いかも。細くて白いかな。あ、まあ俺も白いけどな、先取ってたから。俺だいぶ細いで、まあ、ちょっと長いかも、それは。お前だから、まあ慣れてへんかったりしたらとってもいいし、うん、別にそれはもう変じゃないもんな。うん、てかさっき短いの似合ってたね、やっぱり、うん、ジムニーから出てきた時にかっこいい色。そうそう。ジムニーに青い色って言って、いいや。そうで、それを私に来たん、今日、今回行こう。はい、ということでした。お邪魔しました。以上、以上、弟でした。はい。ほな、しまた連絡するわ。あ、OK、うん、バイバイ。お邪魔しました。今日はですね、ずっと僕一人かと思いきや、途中で気づいたのと思いますが、実は嫁蔵がいてたんですが、嫁蔵を映そうと思っても車の中では大熱唱してたのでタイミングがなく、そしてこれどっち、こっち止めれるな、海って書いてるな、海って書いてある。あ、何、びっくりした、爆発したかと思った。これ止めれるかしら。うん、私もその角度思ったんだ、ここから来てさ、うん、いけるかしら。腕の店だから、うん、怖っ。何回か切り返したらいけるかも。うん、いや、はぁ、あ、止めれたね。止めたね、ちゃうわ。行こうか、予約してるし。ちょっと待って、え、いるの、出てこないよ。赤ちゃんか。ごめん、ダブン。行きましょうか、うん、楽しみ。楽しみだよ、だって朝ごはん食べてないしね。最近土日はあんま朝ごはんないよな。だって起きるの遅いから、もう朝と昼休業だよ。いつかでもみんなに見てもらいたいわ、皆さんに。何が。嫁蔵の美味しいオムレツ、オムライス。ああ。俺オムライス嫌いやったけど、嫁蔵の好きなんだ。
もっと言おう、そういうこと。もっと言おう、もっと言おう。では、どうぞ。嫁蔵さん、楽しみですか？楽しみだよ。今回は何を注文したんですか？私はですね、ちょっとこっち。今回のは根菜入り肉団子の甘酢あんで、たっくんは若鶏のスパイシーカレートマト煮込み。一口ちょうだいやろ、お決まりの。一口とは言わず、何口でもいけば。玄米。玄米。玄米まだ久々だから楽しみだな。はい、あ、たぶん来てる。マヨネーズ大好き。よく来てる。はい、食べよう。それはあれやんな、こう見てくれてさ、視聴者の人で来てくれる人おるって言ったんや、京都からも来てくれるとかって言ってたけど、ありがたい。気になる人はぜひ来てみてください。ありがとうございます。仕事してる様子を。出ます。うまかったな。まあ、ここは多分見てくれてる方はご存知だと思うんですけども、僕が人生で初めてヒッチハイクした時に乗せてくれた親子さんが営んでる食堂、その名も海食堂でございます。俺のカレーの方はな、鶏肉がトロットロに煮込んであったわ。ね、トロットロだったね。びっくりするぐらい。そっちは？こちらはですね、甘酢あん。甘酢あん。もう肉団子が外カリ、中ふわ、そして甘酢がトロンって絡んでて、超絶美味しかった。ほんで、ちゃっかりクッキーも買った。そう、クッキーも買った。最初は。初めてクッキーやろ。あれ、娘さん焼いてはねんな。そう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 。すごいよな。お母さん料理して娘さんデザート系作ってみたいな。ねえ。まあ今日はとりあえずあれやね、今のところは弟もお誕生日プレゼント喜んでたし、で、まあ、多分プレゼントはな、多分今回は、去年マウンテンライトあげた時は、ああいうの持ってへんかったから、ちょっと新しい価値観を植え付けてやろうみたいな感じで渡したんけど、今回の前今マジで欲しいもんみたいな感じを渡した。あ、SD カードと、そうそうそう、 SD カードもそうやし、もう洗剤も欲しいって言うとだよ、ちょうど調べてるって言ったもんね、で、ショートパンツも絶対いるやろなと思ったから、まあちょっと早いけどな、まだ今はそうね、って感じやったから、まあ喜んでくれてたし、よかったし、まあ海食堂もうまかったし、でクッキーのレビューはもうちょっとしてから、今は1時半やから、そうね、あと1時間半後だね、クッキーレビューが始まるのってことは、1時間半以上またどっか出かけなあかんね。ユニクロ行くやろ今から。ユニクロ以外よ。はちみつクッキー、はちみつナチュラクッキー、ちゃんとはちみつの味がしておいしい、美味しいです。あとはもう100均も言ったし、買い物もしたし、家帰るだけでさ、なんて平和な一日いっぱい歌も歌ってたしな、車の中でキングヌー、最近俺らがハマってる、今頃ハマってるキングヌー、時には誰かも、一瞬後ろからキングヌー聞こえたやろ。まあまあ、これで終わりにしましょうか。最後じゃあ締めといてもらっていいですか。え、そんな無理、そんな無理。え、ちょ、たっくんさ、朝食かくんだからさ、あ、そっか、ちょっと朝と比べてかっこ悪くなっちゃったけど、そっかそっか、な、これ実は先に言うの忘れたけど、このパーカー実はめちゃくちゃ生地とかもこだわって、釣り網機であって、前コメントでルーピラーっていうのめっちゃいいですよって言われててさ、そのルーピラーは面白いんやけど、そのルーピラーに糸を下ろしてる会社が作ったパーカーっていう、めちゃくちゃこだわりにたパーカーの話したかったんですか、
なんかしといたからこれで終わりにしようか、うん、唇に空気のカスいっぱいついてるよ。はい、ということで運転始まったので、はい、この辺で別れにしたいなと思います。はい、では見てもらってありがとうございました。はい、ありがとうございました。